さあ行きましょう。後半戦、まずは3チームミックスの1戦目です。左手シュート、ナイスキーパー。さあこれ数名に大丈夫、気をつけて、大丈夫ですか、大丈夫です、そこ大丈夫、 OK。 さあまずは初戦から激しくいきます。オレンジキーパーから再開かな、キーパーから再開。さあ本日は近いところ、まずはスカウライレでこれを一旦引き取ってシュートブロック、大事からいきましょう。さあ本日は宮本ストラスパーク錦糸町店、さあ中央これはブロック、さあ取ったのオレンジ、さあ溜めて浮き球にする右ヒール、真ん中はこれはつっついてオレンジ回収、回収したボール中央から溜めて送って、さあゴール前どうだ、これはブロックが戻りました、ナイス対応。さあ後半戦1戦目、まずは勝ちに行きたい両チーム、これはプレッシャーが前から来てるんで、さあ丁寧に持ってパスコース探してドリブル侵入か、さあうまく抜けてったぞ、送りますか、これはブロック、さあこれはスルスルと抜けていきましたが、ブロックにあってオレンジ返し、ちょっとずれた、取ったの微妙し、さあ溜めて左サイドから上がりを待ってこれを使う、使ったボール折り返して、ナイスキーパー、よく出てきた、ナイスキーパー、すぐ始める、後ろ、さあ確認をします、中、さあ縦送りますがうまく入る、入ったボール折り返しさえ押し込んだが、これがずれた、惜しいキーパー出てきてうまく押し込みましたが、ちょっとずれてオレンジボールから再開。さあ前からプレッシャーきます、当てる、当てたボールスイッチをして左、左からこれは長いボールはイブナシが回収、さあ前から来るんで後ろから広げて左、これはずれます、惜しい、空いた左へ持ってきます、ドリブル勝負仕掛ける、止めますがこれはスリップ、これはスリップ、ノーファール。さあ中央いる、ナイス、よく戻った、よく戻りました、オレンジチーム。さあ取ったのオレンジ、右サイド、右サイドから前から来てうまく引っ掛けた、しかしこれはうまく遅らせた格好、オレンジボールサイドから、2分が経過、残り4分、中央預ける、送りますがブロック、浮き球にする、ナイスカット、しかしこれは左で取って、いやうまい、いやーゴールカバーだ、ナイスゴールカバー。さあ取ったのまだ微妙し、さあうまく繋げたい、送る送る送りますがキーパー出てくる、さあうまくずらして後ろ落としてシュート、ナイスキーパー、ナイスキーパーで大丈夫、キーパーで大丈夫、キーパーで大丈夫ですか、オッケー。さあ広げます、大丈夫、これは左、惜しい。さあこれはよく守りました、まだ0対0のまま、左へ、さあ前から来ます、間はこれはちょんと出しますがオレンジが回収、回収したボール一つ持ち直して右サイド、前から来ます、前から来ます、うまくつっついてこれは流れます。さあイーブンのボール、足元だけ気をつけてくださいね、怪我だけないように行きましょう、コサルなんで怪我だけないように行きましょう、まずサイドから中央、これはキーパー対応、さあ左サイドうまく抜けて中央ドリブル侵入を預けますがこれは見送りになりました、ナイス対応、これ冷静にキーパーボールにします、キーパーボールにして右サイド、右サイドからさあ探して、これはプレッシャーコーナーで一旦持ってまだ作りを待ちます、さあここから広げて左、左からもう一回奥にします、さあフォアから抜け出す動き、一旦あずちょっと短いか、狙ってます、なんとか残してビビアチーム、さあちょんと出したい、うまくボールを守りながらキーパー使う、キーパー使って広げていきたいが追い込まれる格好、うまく縦に入れた、しかしこれは引っかかった、引っかかったボールは俺で回収、預けます、ずらして真ん中、真ん中からさあ前へ向いてちょんとして右、右サイドからフォア狙ってますが一旦近いところ、近いところからうまくブロックして書き出したい、足元気をつけて引かなきゃないように、さあこれはビブナシが取って右サイド、右サイドから浮かせてますがこれは中央でうまく引き取ります、引き取ったボールオレンジはためを作ります、さあためて、さあ動きを待って右サイド、右サイドから抜け出す動きありますがこれ間が開かないか、さあ一旦ここで預ける、預けたボール前へ向いてシュートブロック、ナイスブロック、さあフォアにこぼれた、こぼれたボール、さあためて、ためて送りますか、このブロック、さあなかなかゴールが割れない、1戦目、後半1戦目、さあ動き出しがあります、使う、ちょっと大きいか、欲しい欲しい、さあラストは2分です、ラストは2分、真ん中に入れます、さあ声かけます、右サイド、中央引っかかる、これは押し出した格好、サイドから後ろちょっと止まんないか、これはキーパーがフォロー、前から追ってきます、左預ける、ちょっと大きかった、これはちょっと大きくなりました、欲しい欲しい、サイドからオレンジチームすぐ始めたいところ、さあこれを始めます、こぼれたボールはうまくブロック、ブロックしたボール書き出すから長い足が伸びた、さあ取ったのオレンジ、しかし前には持ってけない、取ったの見出し、うまくみんな預けた、さあこれはキーパーと言って、さあナイスキーパー、ナイスキーパー、これもキーパーが出てきた、さあうまく間縫って、間縫って、さあボールをキープ、キープしたボール縦預ける、預ける、折り返し中央、しかしちょっと収まらない、こぼれ球が後ろに入る、入ったボールシュートコース狙う、探しますがこれはブロック、ブロックしたボールオレンジ書き出せ、さあカウンター持ってきたい、右サイド大きいシュート、右、惜しい、さあカウンター狙いましたがシュートは右になりました、さあ長いボール、やっとこれはずれました、さあ戻した戻した、うまく戻った戻った、出たかな、出ましたね、出ましたね、最後やりましょう
これ沖田が出ましたね。さあ相手から言いましょう。あざす。いきますよ。残りは1分です。残りは1分。中央入る。落とし右。シュートブロック。ナイスブロック。残ったかな。出ましたね。この中でした。さあ割ってこう。だから再開。近いところ。溜めてずらしたい。ヒールで落として後ろからシュートはこぼれ球、なんとか耐えたボール、カウンターを持ってきた。左から折り返してちょっと決まった。これ大きなりました。惜しい惜しい。残り30。さあ残り30秒。この時間で取れば決勝点か。両チーム1点目を狙いに行きたい。さあオレンジ中央で受けてうまくかき出して真ん中、さあ縦からフォアに持ってきたい。しかしこれはブロックがしっかりついてる。うまくターンしましたが、これはブロックで送らせます。サイドから再開。さあ耐えてカウンター狙いたいビビナシーム。さあ縦送りますが、これもブロック。サイドからもう一回。残り時間あとわずか。溜めて間通らない。これもまたも通りません。さあこれでボールをゲットしました。さあ左に送る。さあカウンター、うまいトラップ、シュート、いやーナイスキーパー。これもキーパーが止める。見事。さあキーパー大活躍の1戦目。サイドからいきましょう。さあラストワンプレイかな。ラストワンプレイでいきます。ラストワンプレイ入れる。ブロックナイスキーパー。さあ取ってキーパーが右サイド送る。送ったボール、さあここからカウンターしたいが、ちょっとずれるかな。なんだか残したボール、中央送って左からさあシュート打ちたい。いや戻ってきてる。シュート打ちたいが、これもブロック、なんとかかき出した。さあキーパーと1対1。さあ勝負、浮き球うまい。なあちょっと怪しいかな。ラストワンプレー。もうワンプレーいいじゃん。いけますか。来い、じゃあやめときましょうか。やりますか。 OK。 じゃあ BK しましょうか。 BK で言うね。ラストワンプレイ BK にしましょうか。せっかくなんで、あざす。いきましょう。いいかな。では一気、待って、いきますよ。狙いすぎた。おしゃれ。さあ後半の2戦目です。いきましょう。さあまずは黄色チーム、ボールを持ちます。中央に当てる。当てたボール、これは右サイドから動き出しを見て右。さあここから折り返した。中央入れるが、これは触れるか。惜しい。すぐ始める。微妙なし。さあ押し上げたい。溜めて、さあ前から来てるんで近いところ、ちょっと短いかな。これはうまく当てました。サイドから近いところもらって立って当てる。当てたボール、動き直しをしたい。これは空いたスペース、後ろから広げて左から、さあこれをもう一回右へ。さあ相手顔出します。使う。しかしプレッシャーが来てました。取ったの黄色。さあ溜めて中央からドリブルで持ってって送りますが、キーパー対応。ナイスキーパー。さあまずは1分が経過。さあコーナーから後ろ、中送りたいがブロックがついてる。一旦後ろから、さあ前顔うまい。さあ送って、さあフォアに持ってきたいが、これもブロックがついてる。もう一回やり直し。さあ送ったボールはこれ流れます。惜しい。中央近いところ、さあ前伺います。さあうまく動いて真ん中もらい直し、もらってドリブルで行って右サイドから一つ溜める。溜めたボール、中央使う。中央から左から折り返したいが、ディフェンスが一番寄ってくる。ずらしてもう一回後ろ、ちょっと足に入った。もう一回後ろ。さあディフェンスが一枚寄ってくる。さあうまく間を縫ってドリブルして左に預けてボール折り返しますが、これはブロック。さあカウンターの格好になります。3対1。さあうまくかわして、いやーうまく勝った。ナイス対応。これはディフェンスがしっかり出ました。さあこれは冷静に見送りました。サイドから黄色ボール、長いボール入るぞ。いやブロック、中央ちょっとずれた。取ったの黄色、タイミングずらしてシュートを打ちたい。一旦預ける、後ろ右サイド送る。送ったボール、シューうまい。ナイスゴール、これは見事に浮かせました。ナイスゴール。1点先制。わかりました。いきますよ。さあまずは1点先制、黄色チーム。これはキーパーの位置を確認してうまくループで浮かせました。さあビブナシはここから後ろ蹴る、うまい。左でダイリー入れます。さあ真ん中ちょんと触って右サイドからさあ広がり作って中央からシュート狙いたいがないんで、右に送って中央入れる。さあ決まった。いやー決まった。ナイスゴール。これは狭いところダイリーで抜いていきました。これで1対1同点。キラボールでいきましょう。あざす。右左、さあ中確認、送りますがうまくボールを触った。取ったのはビヨシ。さあ右に逃げていきます。さあしかしこれ大丈夫、ボール乗った。さあ取ったのはビヨシ、縦に送る。これはブロック、大丈夫ですか。 OK。 近いところ浮き球にします。これをうまく止めて、溜めて左からフォア持ってきたいがキーパーつついた。ナイス対応。さあ取ったのはビヨシ、縦に送りますがこれはブロック、しっかりと残したが
これビューシーに渡ります。左へ、ダイレで戻す、ダイレで戻して前へ向いて縦へ送る、送ったボール中央を入れますが浮いた、浮いたボールさあこぼれ球シュートを狙っていきたいが、これは黄色がディフェンスがしっかりと前からついてきます。後ろさあ探します、右サイド、右サイドからさあ前へ持ってきたい、中央からダイレで入れますが、これはブロック引っかかる、引っかかったボールさあカウンターですが、これは大きくなりました、欲しい、キーパーから長いボール、うまい、声かけますが、なんとか取ったの、黄色。さあ、黄色。中央から溜めて、溜めて、左に送る。これよく戻りました、ビアシーム。さあ、キーパーから手に左。これもブロック、大丈夫、大丈夫、大丈夫。OK。さあ、長いボールにします。これは大きくなった。さあ、1対1のままです。返しに行きたい両チーム。さあ、まずは中央から間縫って左、左から戻しますが、これは引っかかる、引っかかった、俺微妙した、ここからちょんと動かして左、左から折り返しますが、キーパー対応、これはキーパー正面。さあ、キーパーが自ら上がってって左へ送ります。送ったボールさあライン上残して右サイド広げる。さあ4枚のオフェンスがうまい、どうだ、これはキーパーが長い手で回収。さあ長いボールが左に入る、うまく胸で収める、収めて右に送る、右に送って、さあうまく作りたい、作りたいが縦へ送る、これはうまく当てました、コーナーを獲得。残り1分半ほど見ます、中央入れる、これはキーパーが足出した、危ない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 、ライン上でなんとかキープ。さあなんとか送ったボール中央に入れる、うまいターンで前持ってきてから、俺はブロックにあったボールなんとか回収して、ビブナチーム、さあここからシュー、うまい、ナイスゴール決まった、これは見事に真ん中ドリブルで抜いてってシュート決めていきます、2対1、これで勝ち越し。残り1分ちょっと、さあここでビブナシがリードです、縦へ入れます、さあフォアに作ります、送って、いやー決まった、ナイスゴール、すかさず返します、黄色チーム2対2同点、いきましょう。さあ2対2同点、振り出しに戻ります、これうまくブロック当てました、黄色チーム。さあ血を溜めて溜めて、送ったボール決まった、ナイスゴール、ナイスゴール、ここですかさず勝ち越し、3対2。さあ点の取り合いの予想を呈してきました、残り時間あと30秒ほど、右へ、間ブロック、さあ取ったボール前へ送りますが、これは真ん中で引き取って、さあ前へから来るんで右に預けるが、これは足が伸びた、取ったの黄色、黄色はさあタイミングずらして真ん中からちょんと送って、うまくスルーして左、ナイスキーパー当てた、さあシュート、危ない、ナイスかき出した、ナイスかき出した、危ない危ない危ない、これは一旦ファンブルするもしっかりとかき出した、キーパーナイス対応。さあ黄色は深い位置からフォアに入れる、入れたボールを収める、シュートはキーパータッチ、ナイスタッチ。さあ左から押し上げたいビブナシチーム、残り時間アドアドがうまくダイレでフォアに送った、送ったボールさあ折り返してダイレでいる、しかしこれはブロックに合う、ブロックに合ってカウンター、これは届かない。さあ取ったのキーパー、キーパーから人数作って押し上げていきたいところ、左に入れる、入れたボール中入れる、さあ割れるかない、キーパー仕掛けた、さあしかしこれを取り切ってもう1点返したい、返したい返したい返したい、しかしこれはかき出される、ラストワンプレーでしょう、ラストワンプレー。さあ押し込んで3点目取って終わりたい、どうでしたい、いやこぼれたボールは出てないか、出てないか、大丈夫、さあ3戦目です、オレンジ対黄色、初顔合わせです。さあ血を入れます、戻します、後ろ、後ろから浮き球にする、ヘディングうまい、どうだ、いやーこれはうまく当てました、ナイスキーパー。さあ浮き球にしてヘディングでまずは1本目狙っていきました。さあこれはちょっとずれて黄色がかき出す、かき出したボールを預ける、預けたボールランニングがあって間通しますが、これはよく戻りました、オレンジチーム。さあ血をドリブルで運んでて左サイド、左サイドから転がして送りたいが、これはブロックになる、これ流れます、サイドからオレンジ顔出します、使う、ダイレ、いや惜しい、これはタイミング見てうまく入ってきましたが、惜しくもシュートは枠の外、近いところにいます、相手顔出して使う、使ったボールタイミングをずらして浮き球にする、触ってヘディング、バックヘッドはちょっと大きくなった、惜しい惜しい。さあうまく前の動き出しを見てボールを送っていきます。さあ取ったのはオレンジ、パス交換で後ろ、左へ、左からさあブロックがあります、これワンツー狙いたいがしっかりとディフェンスが来てましたんで逃げて後ろからタッチして右サイド、右サイドから間顔出して使う、使った、さあ使ったボールさあちょんと預けて右サイド、右サイドから送ったボールは大丈夫、キーパーさあうまくブロックをしました、ナイス対応。さあこれを黄色がキーパー預けて中央をうまく繋がった、繋がったボールちょっと持ち運びます、右に抜けた、抜けたボールシュート、ナイスキーパー。さあしかしこぼれ球決まらない、これもタッチ、ナイスキーパーさあキーパーに救われます、オレンジチーム、うちキーパーがいい、キーパーがいい。さあこれこぼれたボールはキーパーが回収、回収したボール
右サイドオレンジ回収して中央さ、ちょっと狭いエリアなんでうまくボールを預けたい。一つ止めて後ろからさ動き直しをして右サイド、いや左を使います、左を使って前にうまく抜けたボールさちょんと送って、しかしこぼれ球が入った、シュートどうだ、やっと狙いすぎたか、これは右サイド惜しい。さあうまくゴール前つながりましたが、シュートは惜しくも右。さあ黄色は長いボール選択、さあこれは足でカット、ナイスカット、よく足を出します。さあ取ったの黄色、中央使ったボールポストで受けて、さあ一旦後ろから左は抜け、また抜いた、さあ抜いたボール、シュートはブロック、これはブロックです。サイドから真ん中当てますが、これは足出した、しかし取ったボールうまく抜けるぞ、真ん中入った、さあシュート打てない、これはいやー決まった、ナイスゴール、これは粘ってニアを抜いてきます、ナイスゴール、これで1点先制、いきますよ、大丈夫ですか、 OK。 さあまずは1点先制、黄色チーム、これは流れます、惜しい。サイドから俺にも止めてセットでいいですよ、あざす、いきましょう、チア預けて後ろから1点返しに行きたい。さあタッチして右サイドから前に抜ける動きはありますが、ちょっとコースがないんで一旦もらい出し、さあ左からさあうまく振りたいが、これで中央経由したボール、さあもう一回戻して真ん中からさあうまく動き出しをして作りたい、これ真ん中顔を出したと使う、ボス受けるか、ちょっと大きくなった、回収したのは黄色、大丈夫、スリップをして、しかしなんとか残して黄色チーム、真ん中からためて預ける、やっとワンツーはちょっと大きくなりました、惜しい。さあ3分が経過、残りは3分です、真ん中使います、縦預ける、預けたボール動き直しをしますが、まずは前向いて、さあキーパーが出てるぞ、さあうまくつなげたいが、さあ残してこれ後ろから、さあこれを近いところ預ける、預けたボール、さあディフェンスを1枚剥がしてパスを送りたいが、さあこれはしつこくついていきます、キーパー、さあうまく預けてワンツー、いやこれ足が伸びました、ナイス対応、さあ前へ送りたい黄色チーム、しかし2枚囲まれ、うまく残したうまく抜けたナイスブロック、しかし残った黄色、うまく左に抜けた、さあうまく止めたが、最後オレンジが回収、さあ前へ送って、さあキーパーが出てるうまくつなげたい、シュート打てば入るかな、さあ取ったのに、しかしこれはシュート打たせない、ナイス対応、黄色のディフェンス、さあ取ったの黄色、右サイド送ってナイスブロック、これは攻守激しい展開ですが、黄色のコーナーになります、さあコーナーになって近いところ使ってスイッチか、いやこれはうまく引き取ってシュート決まった、うまい、ナイスゴール、これは隙間わずかに空いたコースしっかりと仕留めてきます、黄色チーム、残りは2分で2対0、シュートどうだ、これはブロック、これは今日続いてシュート打ってきましたが、これはブロック、右サイド持ち直して縦抜けるかな、うまく抜けたボール送って、シュートは止めた、ナイスキーパー、さあキーパーから一つ真ん中に入れます、もらい直し、さあ持ち運んでシュートを打ちますが、これはブロック、さあ残りは1分半ほど、さあここから1点まずは返したいオレンジ、後ろからさあ押し込みたい近いところ使うが、足が伸びた、ナイス対応、さあ浮かせたボールもブロック引っかかる、さあドリブルで抜ける、さあカウンターで抜ける、左サイド溜めて、やっとこれがアウトにかかんなかった、さあ右サイドオレンジ、さあ前へ持って、さあ押し運びたい、ナイスキーパーよくできた、ナイス対応、さあすぐ始めたいオレンジチーム、キーパーが出てます、さあ入れたボール、シュート狙っていきたいが、一旦落としたボール、さあ中央入れたボール、さあ1点返しに行きたい、右サイド送る、大事で振りますが、これフォア、ちょっと出たか、惜しい。さあ浮き球ダイルで狙ってきましたが、これは黄色から再開です、さあうまく収めますが、これはプレッシャーをかけてサイド逃げます、残りは1分を切ってます、2対0、中央入れたボールシュート狙いたい、右サイド預けたボール折り返して、ナイスキーパー、さあしかしこぼれ球シュート狙いたい、ずらして真ん中入るか、これは細かいところ、さあなんとか書き出したいオレンジチーム、さあ逃げたいが、これはキーパー預けて、さあキーパーから前へ持ってきたいが、前から狙われて長いボールはどうだ、これは引っかけたボール、さあリバウンドを取って中央から溜めて、いや右サイドまた抜きますが、これはブロック抜けない、さあ取ったの黄色、さあカウンター、右サイドやっとずれた、さあ取ったのオレンジ、さあ声かけて、これは右にする、右からさあフォアうまく狙いたい、うまく入って、さあシュートはどうだ、うまい、どうだ、いや決まった、 OK、 これはおしゃれに決めました、ナイスゴール、これで2対1、ラストワンプレーでいきます、これは見事に決めました、ラストワンプレー2対1、さあ取って終わりたい、中央から溜めて左からさあタイミングをずらして右サイドスルーする格好、右サイドから戻して、これは流れる、そシュートはこれはまずオープニング狙ってきましたが、これはしっかりとキーパーが弾きます、さあ2周目の1試合目です、さあまずはミドルシュートを1本ずつ打っていきます、さあ左へ受け取って
さあずらして後ろへ、さあ前から追ってくるんで引っかかった、引っかかったボールオレンジ回収して中を入れて、あとは決めるだけか、いやしかし戻りが早い、さあうまくタイミングで中で落ちたいか、これは左に流れます。さあキーパーが回収、キーパーから右サイド、さあ前へ持ってって1点まず取りたい、入った入ったがシュートつけない、これはちょっと足に入りすぎた、惜しい惜しい。さあ押し込みたい、入れた、これはブロック。さあ後ろから持ち直して縦は当たります、サイドからビブナシボール、一旦後ろ左へ持ってって深いところ、深いところから送りますが、俺はオレンジ引っかかる、引っかかったボールタイミングをずらして左、これ狙ってもシュートどうぞ、いやブロック、ナイスブロック、これはキーパーがしっかりと弾きます。1分が経過、これは流れます、もう一回コーナー、さあコーナーから押し込みたいビブナシチーム、浮き玉にする、いやこれは収めきれず、惜しい惜しい。さあまずは先制点を狙いに行きたい両チームです。オレンジは右サイド、さあ中央に顔を出しますが、これは持ち替えたボール狙ってます。さあ後ろから、さあ動き出しを見ながら縦を送る、送ったボール、さあ縦逃げてうまく右サイド深いところ入る、入って折り返して左、やっと最後が合わなかった、合わなかった。さあこれをカウンターにします。ビブナシチーム溜めて右サイドの上がりを使う、使ってさあ溜めてシュートブロック、さあ跳ね返りはしっかりと収めます、声かけます、縦これはブロック。さあサイドから近いところ、これは書き出したいが、これは当たります、サイドからいきましょう、オレンジ、オレンジいきましょう、ブロックしてオレンジいきましょう。さあ2分が経過、近いところ、これは中央細かいところから左、左からうまく前へ使いますが、これはいや引き取ったオレンジ、さあうまく収めました、収めて後ろ、後ろからさあ前から狙われてるんで、キーパー使う、キーパー使って広げて右サイド、右サイドが前から追ってきます。さあこれは前から体力使いながら追ってきますが、オレンジがボールをまだキープ、さあ足元だけ気をつけて、怪我だけないように気をつけていきましょう、危ない危ない、これは逃げて左、左から前へ持ってきます、ドリブル、ドリブルでうまく中央侵入、さあ抜きに行きますが、これは体をしっかりと入れました、さあしかしうまく触って大丈夫、そこ大丈夫、シュートは決まった、ナイスゴー、ナイスゴー、これは押し込みました、大丈夫ですか、大丈夫 OK、 まだあれでしょう、なんとかねじ込んだ格好です、オレンジチームいきますよ。さあ左から相手使います、これはカット、取ったのはオレンジ、さあ中央から溜めて右か、いや持ち替えます、左へ送って、さあ前からはめたいビブナシですが、うまく待ったのに、しかしこれは体を入れ替えます、ナイス対応、さあ取ったのビブナシ、さあタイミングです、右サイド、右サイドから前を見て、これはスペースがあるんで縦を送る、送ったボール、さあフォローしてちょんとずれたかな、しかしこれはうまくヒールです、いや体入れた、ナイス対応、しかし残ったかな、いやうまく左へ渡ります、渡ったボール縦、やっと跳ね返り、跳ね返り、うまくサポートしたい、しかしこれもこぼれたボールはビブナシが、いやオレンジが体で取ります、取ったボール中を当てる、当てたボール、さあ動き出しを見て左、左からさあフォア狙ってます、うまく送って、さあシュートどうだ、さあキーパー何とか守りたい、いや決まった、ナイスゴール、ナイスゴール、これは人数がいました、しっかりとオレンジが1点ゲット、2対0いきますよ。さあ1点返しに行きたいビブナシです、後ろから右サイド止め、うまい、うまくドラッグバックで前向きますが、これは寄ってきました、オレンジがしっかりとブロック、近いところ間侵入、シュートはブロック、もう1回押し込みたい、押し込みたい、押し込みたい、押し込みたいが、いや決まった、オッケー、これは冷静に股を抜きます、ナイスゴール、ナイスゴール、ここで1点返します、2対1、残りは2分を切りました、オレンジボールでいきますよ、オレンジでいきましょう、シュートどうだ、ブロック、コーナーから再開、さあ追加点を狙ってきます、オレンジチーム、間はブロック、足が伸びました、さあ取ってうまくダブルタッチで左へ持っていく、さあうまくかわした、かわした、さあ左から溜めて、溜めて中央預ける、あーっとずれた、ずれたボールカバーして右サイド、右サイドからさあ持ち直して縦送る、送ったボール中央にシュート、ナイスキーパー、仕掛けた、これはキーパー足出します、ナイス対応、さあすぐ寄ってくる、入れる、一旦浮かせて中送りたいが細かいところ、これはブロックで駆け出します、さあ残りは1分ちょっと、近いところにします、さあ前に持ってきたい、間が空いた、さあここで受け取って縦走らせる、走らせて、さあうまくフォアに持ってきたいが、ディフェンスが1枚ついてる、さあずらして右に送る、送ったボール、さあこれはブロックがありました。
たがなん、いや、これはビブナシが回収、回収して、さあ前から狙って、うまい、また抜いて、さあまた抜いて、1枚かわす、かわしたボール、さあ、間ハムが入った、シュートはどうだ、いやーブロック、これもブロックです、取ったのオレンジ、さあ溜めて、侵入しますが、これもブロック、さあビブナシが取って、さあ中央から溜めて、お預けて、落として、シュートは、溜めて、ずらして、打てないか、もう一回やり直し、シュートは、いや決まった、オッケー、ここで2対0、2対2、失礼、2対2、ここで同点追いつきます。いきますよ。さあしっかりと押し込みました、ビブナシチーム。残りは30秒ほど。危ない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 、取ったなオレンジ。さあ回収をして前からつなげたい。さあ2対2、振り出しに戻ったんで1点返して終わりたい、勝ち越して終わりたい両チーム。まずは中央を溜めてなんとかつなげたい。これは持ち直して前を向く、前を向いて間顔を出します。これ使うがちょっと引っかかった、いやしかしこれは流れます。残り時間あとわずか、戻して左、左から折り返したい。これは残して、ビブナシ。さあ、1点取りに行きたい。逆転で降りたいが、これはブロック。ラストワンプレイいきます。ビブナシボール、ラストワンプレイ。ラストワンプレイ。ただ、今帰るぞ。いや、これはキーパー出てた。ナイス対応。さあ、ちょんとずらしたいが、足元、なんとか抜きたいが、これ引っかかった。一回止めようか、大丈夫。決まった、ナイスゴール。大丈夫、一回。大丈夫ですか？ OK。一回止めて、行きましょうか。ノーゴールで行きましょう。俺にボールでラスト、もうワンプレイいきましょう。もうワンプレイ。もうワンプレイいきましょう。いきますよ。さあラストもうワンプレーいきます。さあ接触だけ最後まで気をつけていきましょう。さあうまく体入れ替えたボール、オレンジは中央からうまくつなげたい。右サイドから溜めてうまくずらして、右サイドから前へ持ってきたい。送ったボール折り返したポストからシュート決まった。 OK ナイスゴール。さあ2周目の2戦目です。黄色対ビブナシチーム、まず間を使います。使ったボール貯めて右サイドから立って預ける、預けたボール持ってきたいが、これはうまく右に入って落として、後ろからもう一回ダイレでつなげて、やっと出たか、惜しい。これうまくタッチしてカットしました。さあ近いところ使います。うまくスルーして左から、これはうまく当てました。ナイス対応、ディフェンダー千代、これはブロック。さあうまく入ったぞ、右に送って折り返しますか、足が伸びて、さあシュートこそうまく作りたい、しかしこれ追われてるんで、左にヒールでつなげて千代入れたボール、もう一回中送りますか、これはブロック。ブロックあったボール、黄色前へ持ってきた、一つ溜め作って左からドリブル勝負、しかしこれうまく止めたボール、溜めて間使う、うまく溜めてヒールでつなげる、左から落とし、ちょっと短いか、これはなんとか残ったボール送ってクロス送りたい、千代決まった、オッケー、ナイスガール。まずはビブナシが1点先制、細かくボールつないでいきました。黄色からいきますよ、いきますよ。さあ中央、これはカット。さあまずは溜めて左へ送ります、左から前に抜ける動きして、これはブロックをしてかき出したい、つなげたいが、1枚ディフェンスがついてる、ついてヒールがずれるぞ。さあうまく体を入れて、さあ2枚が来るんで、いや取り切ってシュートブロック、ナイスキーパー、これはキーパーがしっかり出てきました。さあ2点目を取りに行きたい、ビブナシコーナーから再開、止めて長いボールはおっと収まらない、これはボールが跳ねました。さあサイドから丁寧に後ろを使います、後ろを使ってポストに当てたボール狙ってました、ビブナシチーム。さあ取って、いやスルーしますがキーパー対応、これはポストをスルーに使いましたが、キーパーがしっかりと足を残しました。フォアに送る、しかしよく戻りました黄色。さあ1点返しに行きたいが、カバーがあって1枚持ち替えて左からさあ前動き出しがあります、これを使ったボール折り返して千代、しかしちょっとずれた、さあうまくタイミングずらして前カウンター持ってきたい黄色、さあ溜めて、しかしこれはうまくコースを切ってます。さあ引き取ったの黄色、後ろから長いボールが入るがちょっと大きくなったか、惜しい。さあキーパーから近いところにします。さあ前の動きを確認します、一旦後ろからさあ降りてくる動き、いやこれ左を選択、ちょっとずれた、惜しい。さあ押し込んで1点返しに行きたい黄色チームです。溜めて動きを見ます、右がちょっとずれた、しかしこれはブロックがあって取り切って、さあ溜めてシュートは左だ、惜しい。さあキーパーから左へします、中央経由。さあ前の動き伺いますが、しっかりブロックする、ここで送ったボールはカットしたボール、送ったボール、さあ左へ振って、さあフォアに動き出しがありますが、一旦右サイドから、さあ中央を使う、うまくポストプレーを受ける、右サイド送る、さあ折り返してシュート、いやブロック、これはブロック。さあ押し込んでいきます黄色チーム、まずは1点を返したい。さあ後ろから
溜めて、中確認、中確認、ちょっと何か右に送る、送ったボール、なんとか足残す、残したボール、さあずらして送ります、後ろ、後ろから、中確認、送りたいが、細かいエリア、シュートを打ちたいが、これは書き出した、大丈夫、足、さあ残って、ビニールチーム、シュート、滑りながら打ちますか、これ、ポスト、足大丈夫ですか、OK。さあ追加点を狙っていくビューナーチーム、これを耐えて黄色チームは1点取りに行きたいが、前から来るの、あ、大丈夫、つった、行かせてみようか、行かせてみましょう、大丈夫ですか、行かせてみましょう、お手伝いしてもらっていいですか、はい、ちょっと座ってもいいですか、座ってお願いします、お手伝いしてもらっていいですか、あ、行きますか、行ける、OK、 ビューナーチで1名お願いします、どっちでもいいです、あ、じゃあ行ってもらうんで、で黄色ボールでそのまま行きましょう、行きますよ、伸ばしましょうか、寝ちゃってもいいですよ、シュート打って滑った時に、そうなんですよね、気をつけてくださいさあ残りは1分半です、残りは1分半、さあサイドから黄色は縦使って、さあ1点返しに行きたい、後ろ後ろから真ん中、真ん中から左触って、シュートはブロック、いやこれでもナイス止めた、キーパーさあ取ってうまくかわします、残りは1分ちょっと、間左戻します、うまく当てましたが左フォローです、右サイドいける、大丈夫、 OK、 様子見てできそうだったら次行きましょう、やめときますか、 OK です、さあ右サイドから縦を送ります、送ったボール折り返し、シュート決まった、ナイスゴール、これで1対1、残り30、真ん中にいましょう、いきますよ、さあ中央入ります、うまく動かしたい、縦送る、送ったボール左サイド、左からうまく股抜いて触って、これはブロック、これはブロック、さあ中央から右サイド、右サイドから縦送ります、うまく引き取る、引き取ったボール、さあ中を送りたい、中央でフォローして、左、左からシュート決まった、オッケー、ナイスガール、これで2対1かな、これで2対1、さあ行きましょう、ラスト残り時間あとわずか、さあ右サイドから間つけます、ポスト受ける、ポストで左、左からさあ動き直しをして中央を使う、中央からヒール、うまい、繋がった、触るか、ナイスキーパー、また閉じた、これは股を閉じます、ナイスキーパー、さあ左からこれはカットして黄色、しかしブロックがあって前向いて細かいところ抜けていくか、これはカバー、カバーしたボール、黄色、黄色は右サイドから持ち直し、一つ止める、止めたボール後ろ、後ろから送って、ヘディングはあった、これはポスト欲しい、これはポスト、さあ細かいところ怪我だけないように気をつけて、気をつけて、いやー決まった、ナイスゴール、ナイスゴールラストアンプレイでしょ、ラストアンプレイです、ラストアンプレイ、ラストアンプレイ、ラストアンプレイです、ラストアンプレイ、アイデア使います、左、左からうまく中央入った、さあ触って、いやキーパーが対応、さあこぼれでも決まった、 OK、 さあ2周目、後半2周目のオレンジ対黄色チーム3戦目です、さあ中央から左、左からさあ動き直しをして、右下これ引っかかった、引っかかったボール黄色は取って、右下に振る、振ったボールを折り返したが、これ流れてほしい、さあ押し上げたいオレンジ、長いボール触って、いやどうだ、惜しい、これはしっかりとカットします、寄せてきます、さあ30秒が経過、近いところ持ち直しをして、さあ動き出しを待ちたい、さあここから動かしながら縦送る、送ったボール、さあ間顔を出しますが、一旦後ろ、後ろから誰で預ける、預けたボール溜めて送りますが、これはブロック、これはブロックに当たって中サイドに流れます、さあオレンジはここから押し込んでって、まずは先制が欲しい、中央に預ける、預けたボール右サイド、右サイドから左、左から相手顔出す、使います、しかしこれは流れて、なんとか足を出した、足を出してうまくまた抜きますが、カバーがありました、さあ浮き球にするが、これはカット、これはヘディングでカットです、さあまずは先制点を狙いに行きたい両チーム、オレンジのサイドから再開、近いところ使います、使って、さあ動き出しがありますが、これをうまく間縫いますが、ナイスカットを狙ってました、さあ取ってシュート、いやこそかった、ナイスゴール、ナイスゴール、これはディフレクションがありました、ナイスゴール、ナイスゴール、ゴールに吸い込まれます、1対0、
さあこれは黄色がうまく耐えて1点ゲット。さあ左にダブルタッチで抜きます。チを当てる、ちょっとずれた。これは見送ってサイドから再開。チを右サイド、右サイドから立って当てますが、これ流れる。あ、いや、うまく入った。ポストポストで受けて、さあ溜めて溜めてうまく動かシュート、どうだ、右か、惜しい。これはポストから振り向きざまシュート打っていきましたが、惜しくも右、キーパーから再開。危ない、左に出た、これはボールが出ました。危ない危ない、なんだか繋げた、危ない危ない。さあ取ったのオレンジ、さあ溜めて溜めて溜めて送って、なんとかブロック、なんとかブロック。さあもう1点取りに行きたい。黄色長いボールがうまく入るぞ。しかしこれはキーパーがプレッシャーかけました。なし対応、左へオレンジ溜めて、チオチオから前へ向いて、さあ預ける、右サイド、右サイドからなんか顔出します。さあ顔出しますか、これ空いたスペース、左サイド、左サイドからさあ折り返したいが、プレッシャーが来てますんでうまくつなげたい。さあボール転がしながら狙ってますが、うまく中央つながる、つながったボール右サイド、右サイドシュートか、シュートブロック。さあしかしこれをかき出したい、黄色かき出した、かき出した。さあカウンター狙って、うまく止めたボール、しかしこれはちょっと取れて、オレンジ回収、回収ボールディフェンス1枚、うまくつなげてシュート狙っていきたい、同点に追いつきたい。さあヒールで送りますが、これはブロック。さあブロックしたボール逆にカウンター、左サイド送って溜めて、いやちょっと大きいか、これはキーパーできたよ、ナイスだよ、これはキーパーが対応。相手入るぞ、シュート、いやーどうするんだ、これはボールがちょっと浮いてミートがしきれず、惜しい惜しい。さあ後ろからやります、右へ送ります。さあフォアに動き出しがある、これは中を使ってヒールで広げて、左左から戻しますが、俺引っかかった、引っかかったボール、しかし細かいところを送りますが、これもブロック引っかかる。さあなんとか持ち込みたいが、これもブロック、黄色チームなんとか書き出したいが、これはずれる、惜しい。さあ3分を切ってます、残り3分を切ってます、ずらす、狙ってました、これはつきます。さあ1点返しに行きたいオレンジです、後ろから間顔出す、使うヒールはブロック、これは味方、これは味方が出ております。さあうまく連動してって押し上げたい黄色チーム、後ろから預けて真ん中、真ん中から間顔出して使う、ダイレは狙ってました、しかしちょっと大きいか、これは取ったのは黄色、回収をします、回収をして左、左から前向いてドリブル、ドリブルで入っていって、コースを消されるんで、うまく間、右サイド、惜しい、これうまく間がありましたが、ちょっとボールがずれました、惜しい惜しい。残りは2分、さあ返しに行きたいオレンジ、縦降りて、あーっと収まらない、取ったの黄色、左、さあ前抜け出す動きがあります、これを使う、ポストはちょっと大きくなったか、さあ送りますが、これもカバー。さあ追加点を取りに行きたい黄色チーム、長いボールはどうだ、うまく入るかな、これは戻ってきて俺に回収、しかし前から狙ってる、うまくかわしたいぞ、かわしたい、なんとかかわす、かわして血を入る、さあちょっと引っかかった、引っかかった、さあキーパーとシュートブロック、ナイスキーパー、ナイスキーパー、これもキーパーが止めた。さあ取ったのオレンジ、さあ前で動き出しがあって、これを使う、使ったボール、さあ右サイド、うまく間抜きたい、左やつならなきゃ、惜しい。残りは1分半です、真ん中、浮き球うまい、どうだ、振り返ってシュート、やっとこれはゴールカバー。さあこれはゴールカバーしたボール、オレンジは前持ってって止めて、左、左から、これは味方、味方、さあうまく細かいところをつなぎながら前持ってきたいが、うまく間抜きますが、これは黄色のブロックに合います、ブロックして左、左からさあずらして真ん中送りますが、これはカット、カットしたボール、オレンジはさあ前に残ってる、うまく使って落として右、右からシュート、いやーキーパー正面だ、惜しい、これはキーパー正面でした。さあキーパーが対応し、やっと当てた、当てたボール、オレンジ溜めて左に送る、送ったボール動き直して、さあシュートはずれた、惜しい、これは浮き球ワンツーの形で送りましたが、ボレーのシュートは仕留めきれず、真ん中溜めて狙ってるんで繋げた、左、やっと右サイド収まりきれないか、惜しい惜しい。さあ残り30秒ほど、返したいオレンジ、浮き球にする、左に入る、さあ中持ってきたい、送って、やっと惜しい、キーパー抜けたんで、あとは触りきればといったところ。さあギリギリのところで耐えながら黄色チームリードキープしたい、長いボールは流れる、惜しい、左へオレンジ、縦を送ります、溜めて中央、中央から持ち直しをして右へ送ります、引き取って中央、中央から後ろ、後ろから一つ持ち直して真ん中入る、ヒールで左、左から縦使う、縦使って、さあワンツーを繋がないか、これはカットして黄色、さあチョンズうまい、触った、触ったがオレンジが戻ります。さあラストワンプレーでいきましょう、ラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレー。さあ1点返しに行きたいオレンジ、
中央引き取った右サイド、右サイドから折り返しやブロックです。出てないかな、出てない。左サイド、なんとかラインかかって出てない。さあ、中央から溜めて、溜めて、右サイド、しかしこれオレンジカット。さあ、カットして、1点返しに行きたい、オレンジチーム。さあ、長いボールが入る。入ったボール折り返して、1点返したい、同点で終わりたい、オレンジ。さあ、中央、顔を出す。勝負仕掛けますか、これがずれる。では本日もコサルのボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日の MVP を発表していきます。今日は、皆さん、キーパーとと守ってもらって盛り上がったんですが、その中で一番声かけて盛り上げてくれていたあなたにしようかなと思います。おめでとうございます。はい、何か一言言っときますか。すみません、嫁に内緒なんで。嫁に内緒、はい、じゃあ映さない方がいいかな。モザイクかけておきます。ありがとうございます。ボニータ最高。ボニータ最高、ありがとうございます。